被爆電車とは原子爆弾で被爆した電車のことである。競技においては現在も営業運転している広島電鉄650系電車を指すことがあるが、ここでは1945年8月6日に行われた広島市への原子爆弾投下及び8月9日に行われた長崎市への原子爆弾投下による電車への被害について記す。運行中の車両としては、 広島電鉄の650系の651号車及び652号車が平日の朝夕のラッシュ時に運行されている。また、修学旅行等の平和学習にも用いられている。その他、650系の653号車及び150系の156号車が車席を有している。653号車、156号車については、 エバシャコで保管されている。同じく原爆の被害を受けた長崎電気軌道には、被爆電車は保存、運用されていない。また、熊本電気鉄道の模七71は、被爆電車と呼ばれているが、実際には被爆はしていない。そのことについては口述する。当時の全在籍車両二十三両のうち、全二十二両、半焼三両、大二十三両、中二十四両、 昭波36両、無被災15両だった。形式別詳細は以下を確認のこと。被災後、当時旧式化していた100型については一部の車両は450型に改造されたが、その後1953年までに工作車になった。車両以外は全車廃車になった。300型についても特殊な機構が災いして、終戦後に全車廃車になっている。百五十系。 200系、400系、450型などの近代的な車体を有していた単車については、大阪市電や神戸市電等からボギー車が移籍してきたことによる車体の大型化により、1965年から1971年にかけて廃車されていった。600型については、650型にて行われた低床改造を受けなかったことで、1972年までに、 廃車になっている。500型については、終戦後に、車体更新を受け700型に生まれ変わった。その後、ワンマン改造を受けたが、低床改造を受けなかったことで、京都市電1900型に置き換える形で、1980年までに廃車になった。よって、この650型のみが、低床化改造、ワンマン改造、冷房改造などを受け、現在でも稼働している。 モハ90系、モハ91系、編集モハ71もともとは、広浜鉄道の車両で、路線とともに1936年に国に買収されたものである。8月6日、山口県の旗製高基部に入場していた、モハ9万1、9万5を除き、横川駅構内で全車が被爆した。被害程度の小さかった、モハ9 3が復旧されたが、 それ以外は1946年11月続けで廃車になっているの改造車。なお、モハ9万5、9万3、9万1は1953年に廃車になった後、熊本県の熊本電気鉄道に譲渡され、それぞれモハ71から73になった。このうちモハ71は工場の機械扱いではあるが現存する。モハ71は、 しばしば被爆電車と呼ばれるが、戦術の通り広島に原爆が投下された時には、山口県にある旗製高期部に入場していたので、実際に被爆したわけではない。広浜鉄道の電車も参照木造商電。編集壁線は沿線に軍事工場が進出したことにより、旅客が増大。このため、1941年頃より順次、木造商電が転続してきた。 在来車に合わせ終電装置をパンタグラフからポールに変更していたのが特徴である。1945年8月9日時点で7両が在籍していたが、このうちも破千52、も破千42、区破6006の3両が横川駅構内で被爆、大破し、廃車になっている。大破した電車当時の全在籍車両56両のうち16両が消失。 当時在籍していた車両ほとんどに被害があった。消失車両車番、編集潜在復旧車、編集潜在復旧車は1960年代まで運用されたが、西鉄福岡市内線から譲り受けた160型や、自社発注の360系、370系、500型が増備されたため1967年までにすべて廃車となった。 最後の被爆電車は創業者である 1K1 号の車体を改造した電動化車101号で最後の単車として1972年までその姿を残していた。しかし、広島のように被爆電車に対する歴史的意義が注目されることもなく解体されてしまい、現在保存されている被爆電車は皆無である。原爆投下時に単車ばかりで、 近代的なボギー車が存在しなかったことに計画されたが不認可になった路面電車の廃止が相次ぎ経営体質改善のために単車からボギー車に入れ替えたりしていた1965年頃に長崎電気軌道のバス部門の経営不振問題があったこと等も被爆電車が残らなかった一因であると考えられる。貸切電車電車情報広島電鉄広島電鉄 ありがとうございます。